その優しい顔の仏様は、わしの掘ったもんじゃねえ。まことの武士がおられたものだ。人が、己の内にあるものと向き合う。そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。確か
忍びよな。であれば、お堂の忍びよの奴らを、頭蓋を叩き割って、頼む。All right.
父上。うお前か。不覚を取った。このわしも老いたものだ。手当てはよい。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの日の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命落としてお守りするのじゃ。うん、父上。左手へ出て霊園を任せください。この基地によくぞ参じたの。はぐれ忍びも捨てたものではないわ。わしは若様を、九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬわ。共に参れ。最後国との戦の足なし。
クロ。そう。消え行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。金ならしがなければ森役の務めといざ。平田は父上、母上、長女よ、みんなどこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。やろうか、せがれ殿。Come on.
のためそなたは戦ってくれた。捨ておくことなどできるものか。